職員は議員の言うことを何でも聞くしもべではありません。議員が選挙で選ばれているからといって職員に必要以上に偉そうにしていいとは私は思いません。本議会の総括でございますが、大きく3点ございます。1つ目はすり合わせについて、2つ目は反論権・反問権について、そして最後の3つ目はコンプライアンス全般についてです。まず1つ目のすり合わせについてでございますが、自民党市議団、共産党市議団の方たちとはすり合わせの認識が異なっているのかなと思います。官官学学の議論をしたいと私は申し上げましたが、理事者つまり市役所の職員に質問を考えてくれと自民党の角議員は今議会でも頼んできたと聞いています。質問を職員に考えてもらい、職員が答弁を書くと、これでは自作自演になります。結局働きかけの件で名前が出たことによってか、代表質問は玉野議員に変わったみたいですが、これでは官官学学な議論が戦わせられるとはとても言えません。またすり合わせとは、自分たちの質問に市役所の職員がどう答弁するかの趣旨をもらって、そこのあらを探し、自分たちがしたい批判のまとめに持っていくことではありません。そのために私も含めた職員が夜遅くまで残り、質問が送られてくるのを待つのは働き方改革という意味でも良くないと思いますし、議員の言うことは聞かなければいけないという力関係を誇示しているような振る舞いは見ていて好ましいものではありません。職員は議員の言うことを何でも聞くしもべではありません。議員が選挙で選ばれているからといって職員に必要以上に偉そうにしていいとは私は思いません。これがエスカレートしていくと、不当か否かは別にして働きかけにつながるものだと思いますし、そういう意味で今自民党市議団、共産党市議団などが求めているすり合わせには応じられないと判断しました。職員が議員さんに取り囲まれ、脅しじみたことをされたという報告も入っていますし、そういった行為から私は職員を守る必要があると考えています。今回の議会の質問でも十分理事者側はいつものように答えられました。過去の議事録を読んで比較していただいても遜色はないと思います。職員に圧力をかけるようなやり方を続ける限り、私はあなたたちが考えるすり合わせに応じる必要はないと考えています。職員が必要以上に遅くまで拘束されることなく、ストレスがかからない働き方を実現していくのは、職員の上司である市長としては当たり前のことだと私は思います。それによって議論ができなかったとも、市民にきちんと伝えられなかったとも私は思っていませんし、部長の答弁等についてもお互いに協力し合えていたと思うので、彼ら彼女らを上司として褒めてあげたいと思います。いつもありがとうございます。ちなみに数値などの正確性が求められるもの等に関しましては、あらかじめ把握して準備をすることは、理事者側としても市政の正確な情報発信を図るために重要なことであると考えていますので、そういった趣旨の情報交換は今後も積極的にご協力させていただければと思います。次に反論権・反問権についてです。先ほどの質問のすり合わせでも少し言及しましたが、一部の議員さんが今は忙しいから質問の前日の夕方に連絡すると言いながら、夜に連絡する等の嫌がらせのようなことを行い、職員はなかなか送られてこない質問に対して遅くまで時間外の働き方をし、質問に対して考え、必死で回答を連絡していました。その一方で、議員さんは間違った事実に基づいて、重箱の隅をつつくようなまとめをしたり、的外れな批判をすることがありました。これについて、理事者側に弁明や訂正の機会も与えられないというのはフェアではありません。事実に立脚したことで問題提起をしてくれる議員さんばかりであればいいのですが、いまだに噂話などをまるで事実のように本会議で話し、既成事実を作ろうとする議員さんもいらっしゃいます。これではきちんとした議論ができません。加藤議員が代表質問で反論権、反問権は6割を超える自治体で認められているということをおっしゃられていましたので、徳島市としても理事者側から議会に、次の12月議会からは反問権、反論権を付与していただけるよう要望します。しかし、このような権利がなかったとしても、私はファクトベースの議論になっていないものや、事実であっても都合のいいものだけピックアップして誘導しているものに対しては、今後もできる限り訂正やその他の事実を追加してお話しさせていただきますし、特に人権に関わるものについては、理事者側からも謝罪を求めていきたいと思います。しかし、そもそも噂話に基づくものや誹謗中傷になるようなものは、議会では理事者に投げかけないでほしいというのが本音です。私は絶対に差別や誹謗中傷、デマや噂話などに基づく事実の歪曲などはあってはならないと思います。最後に、コンプライアンス全般についてです。阿波踊りの中間報告、働きかけの問題、議員、職員の事務的なミスなどについて、今議会でも議論していただきました。今回のことについては、今後の徳島市役所の職員としての在り方を見直すいいきっかけにしたいと考えています。そして、今議会の宮内議員の代表質問に、画商ではありますが、コンプライアンス推進室を作るとお答えいたしましたが、これについては議員さんのご協力もいただきたいと考えております。議員と職員の関係の在り方も、この際、話し合いをさせていただきたいと思います。また、職員の研修や職務の在り方、進め方についても、少しずつ変革をしてまいりましたが、この際、しっかりと洗い出して、DX の推進にもつなげたいと思っています。今年度はとにかく海を出したい。今までいろいろなことをなあなあでやってきたことをすっきりさせたいという思いが私にはあります。私が就任する前から連綿と続くなんとなくの業務でやってきたものも、やらなくていいものはやめ、業務のプロセスやガイドライン等も改めて見直す必要があると考えています。業務がわい雑になり、やらなくてはいけない業務が肩になっている中で、必要のない会議、報告だけの会議などは極力なくし、職員版 SNS で共有するなど、デジタル化による仕事の見直しも進めてまいりたいと考えています。今回の三ツ橋の事案は、私の給与カットという措置をしましたが、改めてみんなで自分の仕事に向き合う機会にしたいと思っています。徳島市はさまざまな課題を解決していきながら、内部の改革もしっかりと進めていきます。今までのやり方では、あらゆるところでほころびが見えてきている中、議会にもご心配をおかけすることも今後ともあるかもしれませんが、温かく見守ってくだされば幸いです。昨日は敬老の日の慶祝訪問で、105歳の方のところに訪問してまいりました。戦争の惨禍の後、この徳島を、そして日本を豊かにしてくれてきたことに尊敬の意を表してきました。翻って、今日は国連の定める国際平和デーです。本日、理事者もそれにちなんで、鳩のマークをつけています。徳島市のワクチン接種者は9月20日時点で、1回目が15万1317人、2回目が13万537人となりました。少しでも感染状況が収束し、徳島にも世界にも、平穏な日が早く訪れてくれることを望みます。今年度の定例会はあと2回。今年度のテーマ、海を出すに、次の議会でもお付き合いいただけますようお願いを申し上げて、閉会のご挨拶といたします。今議会も本当にありがとうございました。また次の議会でお会いしましょう。